覧いただきましょう。カードは4枚ありまして、それぞれ500円玉の絵が描かれています。こちらのカードは何も描かれていないカードです。バケットケースの中に入れておきましょう。それではこちらの500円玉を集めていきたいと思います。まずは1枚、これで500円玉が1枚消えてしまいます。2枚目、これで100円玉が2枚、3枚目、どんどん消えていきます。最後残りの1枚、4枚目、これで500円玉が消えてしまいます。消えた500円玉はこちらに